偶然だが道路沿いに石膏配備してある。彼らと打ち合ったら協力してキャラバンに勝てるかどうか考えてみてくれ。サンガード砦に行け。攻撃の準備をしている連中に会って帝国軍の総統に同行しろ。成功したら砦に守備隊を。どうできるか。どうした、IG? 古いコンバットスーツなんか眺めて。ビジランスです。これはこれでいいんですけど。今使ってるコンバットスーツあるじゃないですか。あれ、ちょっとおかしくないですか?おかしいって、何がだ?ちゃんと乗着できるし、防御力もなかなかだぞ。いや、そういうことじゃなくて、見た目が違うっていうか、オープニングとかで着てるやつは、綺麗に光ってるじゃないですか。でも、いつも使ってるやつは、あんなに光ってないですよね。うむ、あれは、アップや、写真撮影用のスーツだからな。激しいアクションには、向いてないのだ。そんな理由なんですか?っていうか、あれ着ると FPS がガタ落ちで、まともに戦闘できないのだ。ウプ主は、低スペックで無理やり遊んでるからな。クソスペック、オツ、ってことですね。さあ、そろそろ次の任務に向かうぞ。気を引き締めていけよ。やってること、盗賊と変わんないですけどね。あれが帝国軍のキャラバンか。思ったより、人数が多いな。ここは慎重に、夜を待ってから、って、あれはまさか。ジムニー。己帝国軍め、俺のそれなりに大切なジムニーを盗むとは、許せん。え、あれは帝国軍のやつじゃないんですか?夜など待ってられん。今ここで成敗してくれるわ。ちょうどいい高台もあるしな。ちょっと、話聞いてくださいよ。ほっときなさいよ。どうせ、帝国兵と戦うのは変わらないんだから、さっさと済ませた方がいいわ。そこまでだ。帝国兵ども。己の身分もわきまえず、闇に紛れ、本能の赴くまま、罪なき人間の財産を奪う。人、それを、窃盗という。誰だ貴様。貴様らに名乗る名はない。変身してなくても、高いところ行くんですね。うむ、まあこれを使っていた男は、人間ではなく、ロボットだがな。どちらかというと、俺よりも、IC の親戚みたいなもんだ。ビジランスです。生身です。帝国兵ども、ジムニーの恨み、思い知るがいい。全中。片付きましたね。一応、任務も終了です。歯ごたえのない奴らだったな。おっと、そんなことより、ジムニー、帝国兵に、変な改造とかされてないだろうな。竹槍マフラーとか、ロケットカウルとか、って。あれ?これ、俺のジムニーじゃないような。私には全く違いがわかりませんけど、最初に、そう言ったじゃないですか。ほっとけばいいのよ。どうせ敵は倒さなくちゃならなかったんだし、この男、下手に物事を考えると、ただの役立たずになるから。あれは。おお、これこそ、俺のジムニーだ。やっぱり、違いがわかりません。目にハイライトが入ってるとか、そういうところで見分けるんじゃない?どこの、ムーンレースですか?なんだか、若干悪いことをした気が、しないでもないが、任務は任務だ、悪く思うなよ。さあ、次の作戦地に向かうぞ。
さて、いよいよ帝国軍の砦を落としに行くぞ。味方もいるようだが、当てにはできん。俺たちだけで、倒すつもりで行くぞ。たまには、味方と協力しましょうよ。コンバットスーツもない人間など、足でまといにしかならん。見せ場もなくなるしな。まあ、私は地元の人間が相手じゃないなら、なんだっていいわ。知り合い相手なら、こんな格好見られたら、もう生きていけないけど、敵だったら、殺せば済むことだしね。ゴリーさん怖いです。さあ、そろそろ戦地に向かうぞ。どうやらあれが味方のようだな。一応、挨拶くらいはしておくか。やあ、俺は宇宙刑事、キャバンだ。どうやら一緒に戦うことになるようだが。まああまり心配せずに、私に任せて。あんたは、あの時の。俺は、ストームクロークの兵隊に、知り合いなどいないはずだが。ああ、この格好じゃ、わからないよな。俺だよ、あんたにぶちのめされた、海賊だよ。いやあ、あんたに、コテンパンにやられてから、俺たち、考えを改めたんだ。食い詰めて、海賊なんかやってたけど、ここは俺たちの生まれ故郷だもんな。帝国や、サルモールに、好き勝手させるわけにはいかねえ。で、ストームクロークに参加したってわけさ。ふふふ、俺たちの目が覚めたのも、あんたのおかげかもな。あんたの力は、ぶちのめされた俺たちが、よく知っている。今度は、共同戦線と行こうじゃないか。そうだったのか。よし、それなら期待できそうだ。早速行くぞ、乗車。さあ、行くぞ野郎ども。行くぞ。オッケー、よーし、参りましょう。任せてください。いやちょっと、今から見せ場なんですけど。公開戦士海賊戦隊ゴーカイジャーが変身するタイムもわずか 0.1 ミリ秒に過ぎない。ゴーカイレッド、ゴーカイブルー、ゴーカイイエロー、ゴーカイグリーン、ゴーカイピンク、ゴーカイシルバー。海賊戦隊ゴーカイジャー。宇宙刑事、キャバンもいます。誰も見てないわよ。さあ、俺たちの初仕事だ。気合い入れていくぞ。いかん、このままでは、見せ場を持っていかれる。そうはいくか、音楽スタート。ド派手に行くぜ。いやちょっと、音楽キャンセルってどういうこと？で、なんで俺がこんな隅っこで、24時間マラソンしてる人みたいになってるんだ。切らせてもらう。Let's go, let's go, 愛だけ自分のこと信じ切るんだ。運命
止めだ。くらえ。終わっちゃいましたね。あ、うん、まるで見せ場なかったですね。あ、うん。星空のどこかに故郷がある。愛する人が俺を呼んでいる。悲しみの重さにうつむく夜は瞳をあげるのさ、銀河の彼方。